はい、どうも、えっ、ー、と、今ね、な、え、ん、ー、で今の挨拶みたいな。バーンって打ってるからな、これ。打ってるからなえー、っと、まあ、その、なんてうんだろうな。今、チョコレートスモーカーズ、スニーカーズがね、スニッカーズで、チョコレートスニッカーズだっけがね、あの、まあ、炎上してるじゃないですか。で、それで今、なんかあるじゃん。そういう風潮になったら、異性攻撃だっていう風潮あるじゃん。気持ち悪くね キトラハウス含めなんか炎上したら叩くみたいな気持ち悪くないそれが優しさなのかもしれないけど気持ち悪くないなんか誰かが弱らないと手が出せないっすっごいダサいと思うんですよだから柴田さんはかっこよかったってもなルが全盛期の で、悠々白書のあの禅、禅だっけ、あいつ。ライゼンだっけ。ライゼンの時に立ち向かってったわけじゃん、柴田さんは。前世紀のライゼンだっけ。名前忘れちゃったけど、めっちゃ最強のやついるじゃん、あいつの。うん。あいつの前世紀の頃に、あいつは詐欺師だーって言ってた、柴田さんは俺はかっこいいけど、で、その YouTube が光は詐欺師だって言われた、 同時に全員結構あの、まあ、インフルエンサーじゃないけど影響力のある人たちが光はクソだみたいな感じでいい風潮があったじゃないですかすっごい気持ち悪いよねだけどはじめ社長の時はそのなんか帰ってこいよ,よみたいな感じで、まあ、それはそれはそれで気持ち悪いけどな、うん、どっちも気持ち悪いけどね でも、ひかじみ社長は人柄が良かったからそうなってるけど、でも叩くのも俺ダサいと思うんですよ。こういう感じになって、よし叩き今だみたいな感じでやってたじゃん。タイポンもそうでしょヒカルはなんかなみたいな。上から目線だったみたいな感じで生放送でって。キモ人ですね。ギャヒトラハウス。まあ、ネタですよ、確かに。俺はユーモアないし、ヒカル信者だからそれ怒るのはあるからあるけど、確かにそういう風潮になって、 ユーチューバーまでなんか踊らされてるのが、まあ、数字が欲しいのか何なのか知らないけど、すごく気持ち悪いなって俺は思,思いました。うん。やっぱその、まあ、ヒカルさんっていうのはすごいわけじゃん。やっぱその、新しい年齢層を獲得したって言っても、すごいじゃん。やっぱりその年齢層高めに行って、 新しい、なんか YouTube ってものを押し出していったっていうところ、そういうデータみたいなのを見ればすごいと思うんですよ。ヒカキンさんなんかね、あのー、また子供も、あ、これはダメだ、差別預けになるから。あのね、まあ、そうですよ。まあ、俺みたいなガキンチョともをね、うめぇーって感じでやってるっていう、まあまあ、で、まあ、年齢層が低いけど、それを年齢層高くしていったヒカルさんたちではっていうのはすごいんですよ。そこはね、うん。 でも詐欺をしたのかって言われると、俺はよくわかんない。うん。でもやっぱね、気持ち悪いよな。今回もそうなるでしょ。誰チョコレートスニッカーのいや、とか言ってるの。よな。なんか、ヘキトラハウスってそういうとこあるよね。うん。なんか。ね。で、俺がすごいヘキトラハウス攻めてるじゃんっていうのね。 ヒクトラーハウスさんはあーってなん,かなんか思ってるんだろうとかこれがもしこの動画をヒクトラーハウスさん見たら、ね、ああーああみたいななんか思ってると思いますけどそういうわけじゃないです。俺はしっかりとしたそういう立場として中客観的な立場から見ると、まあ、全然客観的じゃないですけど、ね、光る視点ですけどね全然。なんていうんだろうな、まあ、被害者の方もいるけどなんかそう一斉放射みたいな、ね、強い者いじめっていうのがあるよねネットには。 その風潮が僕は気持ち悪いと思います。いや、まあ、ヒカルさんの場合は強いものいじめだけど、今回は弱いものいじめだからね。うん。しょうもないとか言ってね。なんか、まあ、確かに望んでいるものではあるかもしれない。確かに、時事ネタでそうやってディスる、ぶった切るみたいなの見たいけども、なんか違うんじゃないかなって俺は思うわけよ。やっぱり。うーん。 ってんだろうなみたいな。なんか、なんか、うーん、まあ、言いたいことを言ってんのか。いや、でも、でもな、なんかあるじゃん、みんな。みんな、なんかそう、炎上してから、よし、炎上した、今、弱ってるいけーみたいな。炎上してるから、行っていいみたいな風潮あるじゃん。何それって思うよ。どんだけお前ら敵作りたくないのって思っちゃいますからね。うん。すっごい気持ち悪いけどね。 そういう風潮は。だからヒカキンさんとかってヒカルさんにも何も触れない、水溜りボンドも触れない、それすごい賢明な判断だと思うんですよね。うん。もうとにかく何にもないわけじゃないですか。その、やっぱ何にも触れないって。知らぬが仏ってやつですよ。それはすごい頭いいですよね。 頭悪いし、平常運転っていうのはかっこいいよね。でもなんかそれでなんかね、めっちゃ魔ホどさんはそれですごい。まあまあまあ結構稼いでたけどね。延べ60万くらい。50万くらい稼いでんじゃないですか。詐欺師に注意してくださいねみたいな。いや、ユーモアがあるならそれを面白いと取れるかもしれないけど、なんかやってること変わんないんだよね。そいつと。人を騙して傷つけているのと、 そうやって、傷つけたから傷つけていいみたいな風潮あるじゃないですか。それって、そいつとやってること同じなんですよ。なんか、小学校の道徳も、ホトさんを知らないのかって、俺はちょっとその時は思っちゃいましたね。一つだけ言いたいことあるみたいな感じで、なんか柔らかく言ってたりとか、興味なかったら言わないしみたいな感じで、なんか、まあ、ひとさんの動画で言ってたけど、なんか、なんかちょっと悲しいなって思ってた、ホトさんが。あの、真琴さんがって俺は思っちゃいました。でも、トさんの今日の動画面白かったです。あの、過去の動画。 あのそのスカイプで悪口言って福岡県いるからってこうやってナイフで刺してたあの昔の動画は面白かったです面白いもんは面白い、ね、どんうん,うん <laughs> でもなんか違うんだと思うけどね俺は人を殴ったからそいつみんなで殴れみたいな風潮あるじゃないですか違うでしょそれはやってること同じじゃんって思うよね まあ、誠さんがそんな感じでやってたけど。全部、ヒカルみんな嫌いだからって風潮に、その、ね、ヒカルアンチウェーブに乗ってやったあの動画ってすごいひどいと思うけどね。あれで励ましてんのかって言っても傷つけてるようにしか見えませんけどね。詐欺師が事実だからとか言って、ね。はって思うけどね。事実だったらいいのみたいな。名前感覚で詐欺師って言ってんのって思った。 そんな感じで言ってるかもしれないけど、やっぱり、いや、お前デブっていう事実じゃん。だからデブって言ってもいいみたいな。そういう理論あるじゃないですか、なんか。のりゆきさん曰く、ブスはブスという事実だからブスって言っていい。はってなりませんそれは人を傷つけてることには変わりないし、事実だからって言って名前とはやっぱ違うわけじゃないですか。ブスって言われたら嫌じゃないですか。デブって言われたら嫌じゃないですか。でもデブだから言っていいじゃん。はってなりません なんか理屈になってないっていうか、ヘリクスにすらもなってないと思うんですよ、俺は。そういうのはね。いや、事実だから、人騙してるから、人騙してるから詐欺師って言っていいよねみたいな。みんなで言おうぜみたいな。ああいう、くっそみてえな祭り。俺大っ嫌いなんだよね。だから YouTube たるんでんだよね。うん。って言いながらマフトさんの今日の動画も面白かった。 いや、その、カバーを入れに行くの、それもない、嫌なんですよ。今日クソみてえな、つまんねえ動画出してくれるんだったら嬉しい。今日の動画面白かったんだよ。結構、ちょ、久しぶりに結構声をね、大にしてない。声をショーにして笑った。あんまね、いつもね、北斎読んでるだけなんですよ。面白いの見ても。うは,は,はって、面白いなって。思っちゃったのが悔しい。うん。今日のとこ面白かったもん。あ、吹き出す系のやつ。面白かったんだもん。面白いんだもん。それで今日なんか、 超絶つまんねえ動画出してくれればよかったのに。いつものテンプレ動画みたいな。なんか、ね。あの、編集とか頑張ってるんだけど、面白さは片手間みたいな。そういう動画出してくれるのかなと思ったら今日は面白かったんだもん。そそるしさ。で、黒歴史じゃないじゃん。普通に面白かったじゃん、あれ。うん。<laughs> 韓国人が嫌いだと。面白かったもん。悔しいわ、マジで。 うん、ということでね。底辺 YouTuber だけど、あの、大物 YouTuber にやっかむっていう。やっかむっていうかね、ダサいなって俺は思うときあるんですよ。すごい、親分で。なんか本当、ダメージ経験みたいなのしてるよね。カゴって。やっぱ親分みたいな。いや、言っていい、言いたいことを言ってくれるよ、親分みたいなところあるよね。ひもってなっちゃうときありますけどね、やっぱり。うーん。なっちゃうときあるよ。 言いたいことを言ってくれるって。なあ、それって。ね。それで待つみたいな。で、やっぱあの風潮はすごい気持ち悪かったな。なんかほんと。あの時はすごい怒りがついた。やっぱ、俺もヒカルさん信者だけど、ね、もうヒカル信者さんとかその前にやっぱりさ、チョコレートスニッカーズだってそうじゃん。確かにあいつらは悪いことをしたよ。食べ残して。迷惑かけて。うん。確かにすごい Yahoo トップニュースになることは悪いことした。だからといってね、俺があいつを傷つける理由にはならないんだよ。 うん。聖者みたいなこと言ってるけど、俺がね、あいつがどんなに悪いことしちゃって、俺があいつを傷つける理由にはならない。うん。だからちょっと傷つけちゃったかもしれない。最低だとか言って。確かに最低な行為で。でも、それを第三者が言うべきじゃないと思うんだよ。うん。違うよ。俺は多分違う。うん。だからといって責めるのはダメなんだよ、俺は。 甘々な人間かもしれない、俺は。でも俺は違うと思う。それ戦争の理論と同じ。やったからやり返す。やられたらやり返すじゃダメですよ。やっぱり。平和にはなりませんよ、それじゃ。一生ね。いや、傷つけてるやつ見つけた今の風潮でそうじゃないですか。誰かちょっと傷つけてる人見つけたら、そいつを見せ放火で傷つける、傷つけるみたいな。いや、すごいひどい風潮ありますけどね。俺が老害かもしれない、この考え方が。でもやっぱなんかさ、 あいつ傷つけてるから傷つけようぜっていう考え方です。この、その集団心理はおかしいと、声を大にしていた今回のチョコスモだってそうじゃん。うん。でもつまんないんだけどね。あいつらは。うん。だから興味ない。けど、つまんないからって、この暴力やろうみたいな。YouTube かやってくんなみたいな。おそれはダメ。それは言うのはおかしい。俺もちょっとつまんないっていうのもちょっと傷つけてるからね。別に事実かもしれないけど傷つけてるから。うん。だから俺はそう思うわけよ。 こういうことがあるたびに死ねとか言うの。俺違うんだよ。見てるか ?YouTube Kids ども。それおかしいよ。そうやって。炎上したらね、まあ、そう、あれ、ああいうのはやっちゃいけないよねって。もう今度から気をつけて,て。うん。それなんだよな。YouTube Kids が、そうやってなんか、炎上してチョコスに死ねえチョコスもしねえヒカル死ねえみたいな。ジョーブログ死ねえみたいな。キモ 何それって思うけどね。って言っておめえの顔が決めえよって出てくるんだよ。は全然関係ないじゃん、それ。もう俺予知してっから。予言者が来るコメントをこうやってパンパンパンって予知してくる。まあ、怒ってるのがみんな見たくないかもしれないけど、そういう風潮が俺は嫌いなんですよ。だから僕は変えていきたいんですよ。だから、やっぱりその、賛同するわけじゃない。擁護するわけじゃないけど、俺は、この先も、 誰かが炎上したからって言って傷つけることはしたくない。でも過去をね、掘り返せば俺めっちゃ人のこと傷つけてますからね。うん。レイターズはファンの教育もできない YouTuber ーーごっこ集団だとかいう動画いっぱい出してますからね。スカイピースはクソだみたいな。なんか、ほんとそういう動画やってるけど、今はやっぱ改心してそうなってるよく出して、昔こんなこと言ってました。昔は昔やないですか。といや、だから今ここで言いますよ。昔はそういうこと思ってました。うん。レイターズ大嫌いでした。 今はもう嫌い。じゃあ嫌いではないですけど、でも面白くないっていうのは変わらないですけどね。つまらないっていうのは変わらない。だから、うわっ、大嫌い、つまらないっていうのはない。今単純にそれが消えてつまらないっていうね。でつまらない YouTuber たちについてちょっとね、今日は語りたいと思います。っていうこの動画でゃ動画どんどんね、分割していく。もう、動画の千切り。 はい、うまいこと言った、みたいな感じで終わらしたいと思います。全然上手くないですよ、ということで。いや、でもやっぱまだ喋らせてくださいませ。えー、本当になんだろうな、もう。そういう風潮嫌いってこと。みんなおかしいと思わないいや、そいつらが反省しない。誰かがやんなきゃいけないってことかじゃなくて、勝手にそいつらに罰は行くよ。でもそれは、あなたたちがやるのは罰じゃない。君たちは運命じゃない。 罰を与える運命じゃないよ。君たちはただの人間。ちょっと考えればわかるよね。嫌なことをしたから炎上してるのをやり返すのダメだね。ね。その理論おかしいよね。無限ループだもん、そんなん。うん。なんか俺はおかしいんじゃないかなってやっぱ思うわけよ。その風潮は嫌いです、僕ははっきり言って。直してほしいですよね。 誰かがなんかやった。だから叩くみたい。それも愛だみたいなやつがいいけど、それは愛じゃないです。無知でもないです。ね。おかしいんですよ。人を傷つけたから、でもそいつはまたやっちゃうかもしれないけど、でも俺の役目じゃなくないと思う。誰かがやるべきことでもないしね。勝手にそいつに罰はいきますから。うん。 だからな俺はそういうのを大事にしていきたいっていうかね、その、誰かが炎上したから、こいつ叩こうっていう風潮はやっぱ僕は大嫌いです。どんなに大物 YouTuber であっても、どんなに面白い人であっても、俺はそういう風潮嫌いです。やっぱりね。うん。それをネタにするならまだしも、最低みたいな、死ねみたいなのはいけないと思いますね。 うん、でもよくわかんないけどね、俺は。うん、そういう風潮は嫌い、俺はね。だから、俺は、まあね、まあ、一人でやっていきたいよ、YouTube 自分のね、まあ、考え方に沿って YouTube はやっていきたい。うん僕のこれが考え方かな。誰かが炎上したからって、その人はあまり叩かないようにするし、 確かに、ジョン・レノさん、暴力振るったないけない。これからはあまり人に暴力を振るわないで生きていってほしい。としか俺は思いません。だからといって、ジョン・レノ最低っていうのもおかしいです。最低って、すごいなんか語彙力低くないですか。まあ、これからは本当に人に暴力を振るわないで、その大人な対応っていう、まあ、大人の対応って子供も俺嫌いなんですけど、まあね、なるべくね、温厚な人間になってほしい。って俺は思いますけどね。 どんどんマホトさんの好感度上がっていきますから、うん、今日の動画面白かったんでね多分明日の動画はね多分見ると思いますって言って明日の動画を出させようとするっていうね催促してますよ、うん、まあねいやーでも面白いものが好きです僕はまあ YouTube で面白いものが見たいからっていうので,で面白いもんでなんか鮮度が落ちてきたから僕は動画上げてるだけです動画で喋るのが好きですよね一方的にみんなで喋るのが好きなんですよクソ見てる性格だなということでまあね まず、第2部か、第3、第、第、第3部。第3部かんということで、ありがとうございました。